ザンタッチでーす。さあ、というわけで双子のね、すごいやつから始まりましたけど、すごいですね、イリュージョンから、ね、イリュージョンから入りました、はい、さあ、今日はですね、これアームズをやりたいと思います。任天堂スイッチアームズ、いいね持ちしてますね。いいね持ちですね、はい、これにいきたいと思います。はい、はい、今日やるのはですね、アームズでも普通のバトルじゃないです。お、何、バレーボールっていうのができるらしいんですよ。そっか、いろんなモードあるもんね、はい、バスケとかバレーとかね。そっか、そっか、これを使ってできるらしいんですよ。あ、じゃあこれね、はい、うん、俺の圧勝ですよ。あ、どういうこと。もうバレー部ですか。バレー部元、うん、そんなちっちゃいのね。うるせえな、お前にやりたくねえ。どこポジション。ポジションはピンチサーバー、うん、なんだそのポジション、いらねえじゃねえかそんなやつ。ピンチになった時にサーブ役として出るんだけど、うん、他の人よりサーブもそんなにうまいわけじゃないから。俺知ってる、知ってる。だってお前3年間バレーやってて、バレーの技術は上がんなかったけど、うん、バレーの審判の技術はすげえ。やめろよ。すげえ審判上手くなってた。やめろよ。練習試合で審判ばっかやってたから、やめろよ。タッチネットとかやってたんでしょ。タッチネットとかやってた。いいよ、別にいいよ。さあ、ということでやりましょうか。はい。でも今回ね、違うんですよ。我々の勝負じゃなくて、我々チーム、ダブルスで、我々対コンピューターで。あ、なるほどなるほど。2対2でやるということですね。はい、はいはい、じゃあやっていきましょうか。いきましょう。はい。お、じゃあもうキャラはもう得意なのでいいかな。そうだね、僕忍者ら、カズヤ忍者ら、タクヤツインテーラー。オッケー。やりたいと思います。これもう落とさなきゃいいんだよね、ボールを。そう、爆弾がボールになってて、ボールをパンチで相手陣地に落とせばいいと、うんうんうん、自分陣地に落とさないようにすればいいと。オッケー。敵はこのノーマルでいいか。いいんじゃない。はい。で、今回はね、レベル2からやりたいと思います。オッケーオッケー。はい。なんかね、スタッフさんがやったところ、レベル1はもう簡単だと。じゃあ、レベル2ぐらいから上がっていく感じで。そういうことです。よし、負けたら終わりね、じゃん。5点取った方が勝ちです。オッケー。はい、行きましょう。じゃあもう、アームはこれでいいでしょうかね。はい。はい。それじゃあ行きます。レディー、アームズ、アームズ、それ言っといてなんで知らないからさ。よし。やばいやばい、怖いね。おお、オッケーオッケーオッケー。あ、こういう大丈夫ね、相手結構ミスするね。で、ちなみに両手で触るとトスみたいにね、触れると。いきます、今両手でこれトス、こんなに、これトス、違う、カズヤ、もう自分で打つ。オッケーオッケー。ナイス、今のね。そう、これ、なるほどなるほど。両手の時トスになるから、その後に強いのを打つと。オッケーオッケー。あー、やばい、いけ、オッケー。いや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 、お前の手と当たってんだよ。オッケーオッケー、なるほど。オッケーオッケー。どうだ、やばい、こっちか、こっち来た。くそー、でも勝ってる、まだ勝ってる、まだ勝ってる。オッケーオッケーオッケー。そうだね、いないとこ狙うっていうのありなの、ね、今右に両方いるから。よいしょ。よし、おっと、よいしょ。やばい、取られた相手も。やばいやばい、うわ、強落ちろ。よし、オッケー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 。いいぞいいぞいいぞ。あ、今勝ってんだね。勝ってるよ。前に出すぎんの危ねえな。やべえ、ごめんごめんごめん。そうなるとちょっとあれだね。やったー、勝った勝った。相手のミスにつけ込んでみたいなとこあったけど。そうだね。これでいいでしょう。うん。はい、レベル2勝利。はい、勝利しましたー。なかなかでも強かったけど、レベル2も。そうだね。またレベル2とやるか、じゃあ。いやいや。一応上がってこう。これ次レベル3。いけるっつ、レベル3。いけるでしょう。じゃあちょっとレベル変えます。レベル変えましょうか。はい。はい、さあ、ではここから行きたいと思います。レベル3ですね。さあ、来ました。はい。さあ、キャラクター選びですね。はい、まあ僕らは同じでいいかな。同じでいいかな。そうだね。タクヤツインテーラ、カズヤ忍者ら。はい、じゃあ敵は、じゃあこれにしようか。メンメンと、メンメンと、あとこの辺にする。コブラあたりにしよう。コブラ、キッドコブラ。はい、強そうだけど、この辺でいきましょう。よっしゃ、レベル3だからさっきより強いからね。わかった、オッケー、やろう。これコツはあんまり、でもね、さっきから、うん、点決められる時って自分たちが前にいて右奥とかに落とされて、こう届かないみたいな。
じゃあ、あんまり前に出すぎの真ん中あたりがいいかな。そうだね。それでいこう。オッケー。じゃあ、いきます、はい、レディー、アームズ。し、次合わせられたぞ。よし、先手必勝。いけ！ナイス！うまいうまい。あ、うまいうまいうまい。今のはカズヤのトスにタクヤが合わせましたね、うん、あ、ごめん、あごめん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 、そっちで、自分の方向は確実に取ると。オッケーオッケーオッケー、やばい、あ、あやばいやばい、何今の強っ。あ、押されたの陣地で。あ、ごめん、あやばい、奥か、奥やられるとちょっと弱いなあれやばい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 、もう負けるやばいな、これ3になると急に苦手になっちゃうな。オッケーオッケー、ダメ、あーあーくそー、負けたー、完封だよ。3全然歯が立たねえ、なんだこれ、完封負けですよ。全然だな、俺ら。ちょっと、これはね、うん、ショッキングですね。3でもこんな負けるんだ。うん。相手も多分キャラクターが有利だったのかな。いやいや、まだまだまだですよ、我々の実力が。まだまだちょっと練習が足んないってことですね。練習足らないね。わかりました。じゃあこれ練習しましょう、バレーボール。そうだね。うん、今後もやっていこうじゃん。はい。上手くなろう、これも。はい、はい。はい、ということで、まだまだじゃあ練習していきたいと思います。はい、皆さんぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。